もフランチェスカです。イタチさんです。さあ今回はパーカーを返せ、マスクを返せポモポモプリン推しやけど可愛いけん一回着てみたかったんや。取られました。可愛いよなこれ。取られたので、こんな毛玉だらけのキャッパキャッパのマイクを着てます。これ何年着よ。これもう3年くらい物持ちいいなさあ今回はですね、だいぶ前から何ですか思ってたことなんですけど、よく聞くじゃないですか、ピアスを耳に一回開けている子は病んでる、闇が深いっていう風に言いません？言うと思う。結構聞くんですよ、闇深いとか、まあ、メンヘラ、まあ、ファッション的な感じでもね人気はあるし多いと思うんやけど、ピアスいっぱい開いてる子って何らかの闇を抱えているっていう風によく言われてるらしいんですよ、うん、それはどう思いますか？いやでも正直自分が開けるまではそういう人もおるんだろうなと。自分がまあ開けたじゃないですか、ポコポコと、うん、でもまあ決してそういうあの精神衛生上は普通なわけですよ、うんうん、どっちかと言うとこうファッションで開けていった。でそれで気づいたんですよ、うん、暇やけんピアス開けようってやつはやばいと思うえ、でもあれでしょ、イタチさんやって自粛期間で暇やけんピアス増えたの？いや、でもそれは開けたかった、普通に、うん、目的があった、こういうのをつけたいとか、うん、なんだろう、そのファッションとか目的があったし、なんだろう、することないピアス開けようみたいな人はやばい気がする。とりあえずなんかどっか開けたいみたいな、やばいんかな。人はちょっと、まあ確かにちょっとこう豆減らしはするのかなとか。なるほどね、うん、私はね、まあ、最初はイタチさんと同じような感じでファッションとしてかっこいいな、かわいいなと思ってピアスを開け始めたんですよ、うん、で私こう見えて心は強い健全なるハートの持ち主だと長年思ってたんですよ。こう人生いろいろね乗り越えなきゃいけないことっていっぱいあったけど、まあ、いじめられたりとか、なんかそういうことも壁はいっぱいあったけど、なんだかんだ乗り越えて心もきっと私は強くなったから鋼のハートだと自分で思ってて。いやそんなことは全然ないですよ。そうね、それに気づかんかって。でも、うん、こうどん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 個数が増えていくにつれて周りから心が病んでるからピアスが増えてるとか、そんな耳してるからなんか結構メンヘラなんじゃないみたいなことを言われて、おかしいな、そんなことないのになってずっと思っとったんですよ、うん、でも実はメンヘラだったんですか？そう、なんか結果的に心が壊れたりしたし、なんかこう辛いことを思い返してみたら、確かになんかこう辛い時期ってピアス開けたくなる気がするなとか思い返した。全然なかった、何にも、普通にほんまにファッションだけと私も思っとったよ最初は。え、後から来るやつ、あ、そうかもしれん、結果的にそうなのかもしれんなんだろう、これ言い出したらおしまいかもしれんけど、やんどう時ピアス開けの元気ないです。元気いるピアス、なんだろう、こう開けてもらうんだったら誰か人に会わなあかんしさ、こうまあ、気使わなあかんやん、ここ開けたすぐやから、うん、こうケアしなきゃとか、うん、そういう精神状態がついていかんと思うの。よくさ、例えばさ、自傷行為をする人もおるじゃないですか、うん、まあまあまあ、 まあ、まあ、でそういうことをする人は、うん、なんかこう生きてることを実感したいから、生きたいからそういう行為に走るって聞いたことがあるんですけど、いや、それともう一つあるのが、まあ、周りにおったんですけど、本人は言わないけど、こう心配してほしい、かまって、そう、いなくならないでって、そんなことしないでって言ってほしい、っていう2パターンがあると思います。普通になるほどな。一つはなんか生きてることを実感したいっていうタイプの派の人たちと、うん、もう一つは周りの人に構ってほしい、助けてほしいみたいな、うん、寂しい。雰囲気とかファッションを見れば分かるかもしれない。あの、大体こう陽キャっぽいやつとか、ちょっとこうやんちゃとかギャルっぽかったりヤンキーっぽいやつ、それはただほんまにファッションで開けてるだけやと思う。あ、もうこういうの一番やばい、地雷なんでこういう女の子地雷わー地雷そうかな、普通にパジャマやん。今やけんピアスでも開けようかなみたいな怒られるな闇は抱えてないけど、分かったことは一つあります。何？よくは見られたい。よく、よくインダスとここにこうポツポツって開いててめっちゃおしゃれみたいな、うん、そういう風に人に思われたいから、うん、結構寂しいかもしれない。寂しい寂しかったの、かわいそう、どうすんだよ、かわいそう、可
まってほしいとかはないけど、気づいてほしい。おしゃれやなとは言われたい。まあそれはでも誰しもよくは見られたいよね。そう、なんかこの普通がないところを行きたい。うわおしゃれって言われたいから、あの人闇深いんかなって言われたら、それで闇が深くなります。その周りに、私も友達とか周りの人でピアス好きな人結構多いから、多いね。まあ、ピアス耳にがっつり開けてる人も、まあ、体のいろんなとこにね開けてる人も中にはいますけど、うん、まあ、そういう人たちをこうちょっと第三者的な目でね、うん、こう思い返してみると、うん、確かにみんな闇抱えとうなって思って。あ、まあ、悪口じゃないよ。そうやそうやな、なんだかんだみんななんかある気がする、まあ、それ言い出したらさ、普通に生きてて大人になったら、まあまあまあ、みんないろいろ経験するから、まあまあまあ、それぞれ闇はあってもう当たり前じゃないけどさ、ってみんなあるんじゃないって思うんやけど、自分は置いといて周りのいっぱい空いてる人たちは割とこう繊細で、こうゆかさんとかなんで私じゃない、ゆかさんの、うん、大先生とかな、ピアス開けてくれた先え後輩ちゃん、後輩ちゃん、大先生、大先生、うんうん、割とこう周りに気を使っちゃうタイプかなと思う、うん、まあ君もそうかもしれんね。かも軽くない人たちが多い。あの、え、違うよ、悪い意味じゃないよ、軽くないよ、より人の痛みが分かる人たちが多い気がするって。あ、優しい人が多い気がするって。確かにみんな優しい。そう言われて言うと、自分が病んでるから痛みが出てんかもしれん。人の痛みが分かるってことは、自分も痛みを経験しとってこと。かもしれない。まあでもそれはあると思う、ね。そう、でもほんまに結構みんな優しい。なんかほら、他の人も優しいんですよ。でも他の人とは、こう、あの、寄り添いレベルとかが上な気がする。言ってることは何ですか？あー、まあ、ちょっと分かった気がする。分かりますか？なんか。あの、他の人ももちろん優しいし、他の友達とかも優しいんだけど、その人たちより繊細かつ寄り添いレベルが高い気がする。確かに寄り添いレベルは高い、ね、やからそれこそ、それやけんこそこの人で疲れるんやろうなっていうところもある。確かにみんな疲れてそうとか言ったらすごい、なんか誰が疲れたか分かっちゃいけない。あの、イメージですよ、あくまでね。確かにそうかもしれない。でもゆかさんとかもすごい優しいし、ちょ、さっきからゆかさんとか大先輩の名前が出るけど、その二人がさ、疲れたみたいになったり、いや、疲れたっていうか、繊細というかすごく気が利く。まあ確かに気が利くし、優しい。もしかしたらなんかこう関係あるんかもしれんね。よく世間で言う病んでるからとか、ピアス開けてる子はね、うん、そういうまあファッションもあるけど、目開けのファッションとか闇可愛いとかもあるけど、そういうことをしている人たちのイメージとして結構悪く言われることはあるけど、実際すごい繊細で優しくていい人たちが多い。そう思います。うん、周りを見渡したら確かに闇を抱えてる人は多いけど、だからこそ優しいみたいな人がめちゃくちゃ多い。そうそう、寄り添いレベルが高い人が多い気がします。寄り添ってあげるよ。寄り添ってここの壁に血出すんやろ。そういつまでも言われるけど。一生言われる、ね、でもね、そのめっちゃピアスボコボコに開いとって、いかついなこの人ファッションって思う人が優しかったら、より際立つことない、ギャップが。確かに。え、めっちゃ見た目怖そうなのに優しいみたいな。うわー、これ何、これ何、え、驚き、どっか開けようとしたんですよ、最近。インナーコンク。何があったん？いや、インナーコンクと、お酒飲み動画撮りたゆうかさんも連れてこないか。聞くよ、何があったん？インナーコンク当てるって。違う場所に、違う領域に手を出そうとしたことは相当嫌なことがあったやろ。あったな。ということで、今後も二人はきっとピアスが増えていくのであろう。増えませんもん。ちゃんちゃん。ほら、ケツ穴を見せるな。これお気に入りなんや。やめて、新入りなんや。なんか、これお気に入りなんよって、ポムさん抱きながら言ってるけど、服がシナモン、マスクもシナモンっていう、すっごいあのポムに対して冒涜な行為を。違うよ。このな、服はな、一回は着てみたかったんよ。これしかないんですよ。着古したマイク。着古した。着心地最高なんだろう。これもうちょっと着たら、あの、セカストに売りに行きます。もうちょっと切るね。動画にしようか、これ売れるかどうか。売れんだろ、毛玉めっちゃあるやん。さあ、それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。
やっぱ、じゃあ私も耳出して歩こうかな。え、全然いかつくないけん。え？こんなシナモンのマスクしてよく言うわ。これ外したら口裂けとんよ。私綺麗って。うん。私綺麗。そのマスクで言われるの説得力が。かわいいだろ、ポム。小刻み。小刻み。見て。ブル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 。かわいいだろ。話し感が出た。話し感出る。やめて、やめて。そんな体離さんといて。大事に扱って、ちょい気に入っとん。ケツ穴ブラーなし。ケツ穴ーって。ケツ穴出さない。ちゃんと言って、やけども。